はい、どうも、サクピー常設20にしてほしい、ミソです。はい、本日はですね、14時のお知らせ更新が来たということでですね、そちらを皆さんと一緒に見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。果たしてどんなお知らせが来たんでしょうか。はい、ドーンということでね、予告ゲームバランス調整が来たということは、別バージョンのキャラが出るフラグということでですね、果たして今回選べたキャラは誰なんでしょうか、見ていきましょう。はい、ということでね、早川葵ちゃんのイベキャライベント調整が来るみたいです。もうすでにね、この葵ちゃん、通常バージョン、水着バージョン、巫女バージョン、サンタバージョン、野球マンバージョン、十二人絵バージョンということでですね、何個だ、別バー5種類出てるんですけども、まあ、新たにね、6種類目が出るんじゃないかなということで、すごいですね。これ、既存のキャラ最多じゃない？いや、そうでもないか。聖とか水木の方が多いかな、友沢とか。どうなんだろう、ちゃんと数えてないですけど、まあトップクラスにね、別バージョンが多いキャラになるんじゃないかなということでですね、はい、どのように調整されるか見ていきましょう。一部の専用イベントについて体力の減少量が緩和するよう変更を行います。はい、まあ葵ちゃんはね、体力イーターとね言われておりまして、まあ SR の、まあ、金徳イベント、そして服イベント、ともにね体力削ってきますんで、まあこれが緩和されるのは嬉しいですね。で、一部の専用イベントの発生回数を2回から1回に減少するよう変更を行い、2回目に獲得できる評価や経験点の増加分、やる気の上昇分は1回目のイベントにて獲得できる変更を行いますということでですね、はい、これイベント実質1回に減るということですね。はい、で、まあ、これおそらく、まあ、服イベのこと言ってると思うんですけども、まあ、これね、シンプルに体力削って、経験ちょっともらえてやる気がいっちゃうからイベントだったと思うんですけども、まあ、これは1回に変わるということは、まあ、体力はまあまあ上に緩和されて書いてるんで、まあ、体力ちょっと減って、経験点がおそらく、まあ、30オールくらい入ってやる気が2段階上がるようになるんじゃないかな。はい、まあ、これは嬉しいですね。まあこのほかほかホリデー高校、後イベで強いキャラが多い分、前に後4編成とかになりがちなんですよ。そうなってくると後イベのねイベント完走っていうのがかなり苦しくなってきますので、これがいかに減るっていうのはかなりでかいと思います。で、新たにね別バージョンキャラが出ると新規にね副イベントが1個追加されますので、まあ、実質プラマイゼロみたいな感じになるとは思うんですけども、はい、まあ、葵ちゃんイベント結構多いですからね。だから金徳イベントと合わせて5回とかになるのかな。金徳イベントの進行が3回から2回とかに、また減ったらね嬉しいとは思うんですけども、果たしてそれはどうなるんでしょうか。で、経験点増加、経験点獲得の追加、経験点や評価が増加するよう、評価増加するのも嬉しいですね。で、体力の減少量が緩和、SR イベントもそうですね。うん、まあ、葵ちゃんはね初評価が若干低いテーブルだったので、評価が上がりやすいっていうのも嬉しいですね。はい、まあテーブル思いっきり変わるとは思いますけども、はい、イベントパワーは総じて20上がるようになるっていう感じかな。はい、まあ他のバージョンもほとんど一緒だとは思いますけどもね。はい、なんか金徳がもらえるとかはなさそうですね。はい、まあ同じような感じの調整になっております。はい、ということで、まあ葵ちゃんはもうね別バージョンと言いますか、まあ、在庫を抱えている方多いと思いますんでね。はい、まあ、この12人絵バージョンや9万バージョンとか、はい、まあ、通常バージョンとかね、まあ、いろんなバージョンの葵ちゃんいますので、はい、まあ、解放もめちゃくちゃ狙いやすいと思いますので、45は一瞬でできると思います。で、50に関しては、まあ、PSR の母体引けるか勝負ですね。まあ、あれでしょう、30連のループガチャ。で 20%PSR 確定の、まあ、今ちょっといい例がないですけども、まあ、そんな感じで来てくれると思いますので、まあそのガチャであることを祈るしかないですね。私はまあ PSR 引ければ、まあもうこの2体をまずで一瞬で50っていう感じですかね。うん、で、まあ既存のバージョンのキャラはさすがに今の環境で使うのはあの活躍させるのは難しいので、まあ基本的に全混ぜでいいと思います。はい、まあ明神とかみたいに翼ちゃんみたいにね別バージョン取っておくっていうのはしなくていいかな。まあ、明神も今となっては全混ぜでいいとは思うんですけどもね。あの別バー取っておいた方がいいのは今のところあれかな、翼ちゃんとバレン
あ、しおりさんくらいかな、うん、とは思うんですけどもね。はい、まあ基本的に葵ちゃんは全混ぜでいいということで、解放自体はめちゃくちゃしやすいという意味では、まあ最低限の石でね、うん、済む可能性高いですね。はい、ってなってくれたら非常に嬉しいです。はい、でまあどんなテーブルがいいのっていうね、まあ、お話にはなりますけども、まあ試合経験点ボーナスですよね、うん、そこをまあ 20% は欲しいかなと思いつつ、まあ明神のテーブルが強いのかな一番ってなってくると、明そうだよね。あ、でもこれ明神のテーブルはよくわかんないんだよな。これなんか他のバージョン、他のキャラでこのテーブル持ってるやついたっけ。この35で仕上げてます 20% つく、うん、初級感もめっちゃ高い。このテーブル強すぎるよね今思うと。はい、というところで、まあ仕上げてボーナスとタックボーナスかな。はい、まあ、今結構タックボーナスが高いと、あのほかほか練習で経験点が稼ぎやすいっていうのが流行ってますから、うん、タックボーナスと、まあ、仕上げでボーナスにちょっと、うん、特化させていただきたいなと。だから覚醒でタックボーナス 40% とかつくと、まあ、かなり強くなるんじゃないかな。テーブルで、まあ、100% あったら 140% になるし、 120% だったら 160% になるしね。はい、というところで、まあ、覚醒とともにタックボーナス仕上げでボーナス特化型のテーブルだとかなり熱いんじゃないかなと個人的には思っております。で金徳ね、金徳でもう怪物9位取れたらもう完璧じゃない。あ、でもそんな特化してこないか、環境特化に。怪物9位はかぐやが本命かなってなってくると、うん、いうふうには思っちゃいますけどもね。だってあれだよね、ゲノムの時さ、ローリング打法持ち全然出してこなかったじゃないですか。結局出てないんじゃないかな、結局のところ。出たっけ、ローリング打法持ちのキャラ。だから出てない気がするんですけども、そんな感じ。なんかね、高校金徳を二次特化させるのをなんか運営が結構渋ってるんですよね。はい、といったところで、まあ、そこはちょっとね、うん、遠慮せず出してほしいなと思います。まあ、それこそこの12人へのね、葵ちゃんはこの鉄腕、これいつ出たんだっけな、クロスナインとかだっけ、で新鉄腕にできたとか、そんな記憶が若干あるんですけども、はい、みたいな感じでね、うん、まあ二次特特化にするのか、シンプルにテーブルが強いのか。まあ、後者の方が可能性高いと思うんですけどもね、最近のトレンド的に。うん。まあ、試合金でボーナスとタックボーナスにちょっと注目していきたいなとは思っております。はい。まあ、そんな感じですかね。現状、まあ、特に予想できる点がこれくらいしかないので。はい。まあ、今日何日だっけ？来るとしたら、どうだ、15かな。このホカホカホリデーのデビューガチャ終わった後とかが、でも18の可能性もあるのか。15か18。今週だったら15、来週だったら18って感じですよね。どっちだろう。まあ、どっちかに来ると思いますんでね。うん。で、まあ、デビューガチャの方は改めてね、引くべきか解説したいと思いますんでね。はい。まあ、もう少々ギリギリまでお待ちください。というところで、今回は葵ちゃんが出ますよ、というね。報告動画でした。チャンネル登録してる方はぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼します。 See you。